1888年9月にバニティフェア氏に描かれたレベルストーク教の似顔絵初代レベルストーク男爵ウェドワード・チャールズ・ベアリングはイギリスの銀行家、貴族。ベアリング財閥の一門で19世紀後半にベアリングス銀行の経営に当たっていたが無謀な南米進出を行って大きな損害を被った。1828年4月13日。 ベアリングス銀行の創立者初代順断者区、フランシス・ベアリングの三男ヘンリー・ベアリングとその妻、セシリアの間の次男として、ロンドンに生まれる。ラグビー校で学ぶ。ベアリングス銀行の経営を見ていたいとこ、トマス・ベアリングが1873年に死去すると、彼とラッセル・スタージスが経営を主導する立場となった。1879年から1891年に、 かけては、イングランド銀行理事にも就任する。1885年6月30日には、連合王国貴族爵位レベルストーク男爵に除せられた。男爵に除された頃から、ベアリングス銀行内の経営主導権を強め、南米への無謀な事業拡大を推進した。とりわけ、アルゼンチン、ウルグアイ、チリへの進出に熱心で、ブエノスアイレス上下水道会社に、 多額のローンを行った。しかし1890年の革命の影響で、アルゼンチンはリバいライフ能に陥ったため、ベアリングス銀行は破産の危機に瀕した。イングランド銀行総裁、ウィリアム・リバーデールは、ベアリングス銀行の破産は、市地の破産につながるとして、救済に動き、他の銀行からの支援基金を取り付けてくれたおかげで、ベアリングス銀行は、 なんとか経営を立て直すことができた。1897年7月17日に、ロンドンメイフェア、チャールズ通りで死去した。借位は生存している最年長の男子ジョンベアリングが継承した。1885年6月30日に、以下の借位を新規にノブされる。ルイーザブルティールと結婚し、彼女との間に以下の重視を設ける。ありがとうございます。